皆さんこんにちは。アウトドア観察室の秋と申します。今日はですね、重慶にいるから重慶火鍋 の作り方について紹介したいと思います。まずは重慶火鍋の元としてこういうものが普通に重慶のスーパーとかで販売しておりますので、でこれからはね、これを買ってからどうやって一つの鍋に作れることに対して紹介したいと思います。じゃあよろしくお願いします。まずはですね、火鍋として鍋はそれぞれ出来上がってから料理はそのまま入れて煮てから食べる形式になっておりますけれども、じゃあ料理として何を準備すればいいかということについて紹介したいと思います。まず野菜類については普通に日本でも売っている野菜がそれぞれありますので、それは特別な塩とかもなくて本当に皆さんの好みによって準備すればいいと思います。で肉類としては普通の豚肉もしくは牛肉で好みとして卵を入れて混ぜて入れればいいと思います。でこれは日本語で言いますとホルモン系なんですけど、実際はね、重慶では定番火鍋料理としての、牛の胃袋であります。でこちらは重慶のレンコン、大根と、これは花菜と呼ばされているけど日本にあるかどうか正直今わからないんですが、でこちらはね、タケノコとか、それ揚げ豆腐で、こちらは多分日本にないかなと思います。でそれから肉類としては、鶏肉、それは、なんだかんだの魚肉なんですけど、でそれ以外に準備するのは普通にね、重慶人が食べる形式として火鍋のタレとしてごま油を入れればいいと思います。でそれ以外にニンニク、消毒用も重ねてニンニクをこういう形に作っていただければ、後でタレの中に入れて混ぜて食べるようになります。じゃあ早速ですが鍋の作り方について紹介したいと思います。まずですね、鍋を温めてから油を入れます。油については特別な要求とかはなくて、手に入れる油であれば問題ないと思います。でその次はスーパーで購入いただいた重慶火鍋の素を入れて炒めます。油と鍋を適当というよりはある程度こう手で感じて温めている以上は素を入れればいいと思います。すっげえ匂いが出てきますよ。ここの感じだと辛さによるんですよ。辛い方がいいと思えばより炒める時間を長くすればいいと思います。で日本の皆さんだったら多少ね炒めてお湯を入れて沸騰させればいいと思います。より早く沸騰させるために蓋を一応閉めてもらいます。でこれからこの時間を利用してタレを作りたいと思いますので、タレの作り方は特別な要求とかはなくて、もう本当に好みになるんですけど、重慶人の一般的なタレの作り方を紹介したいと思います。でまず重慶火鍋の、重慶人のデフォルトタレとして不可欠なのはこちらの、ごま油は絶対必要であります。でも実際に日本でもしごま油入手しにくい場合は普通の油でも兼用可能だと思います。でそれからこちらは塩でございます。
で塩についても、まあ、本当に好みの味によって入れるか入れないか、まあ、そのほども自分で把握していただければいいと思います。でさっきも紹介した通りににんにくはもう本当、まあ、消毒かどうかは置いといて不可欠の味だと私が思います。でそれからこちらはね日本で多分入手困難だと思うんですけど、一応海鮮ソースというものでございまして、でそれは、まあ、私個人的にはすごく気に入る味なので、もし可能であれば皆さんも試してください。でこちらは普通のお酢であります。お酢はね辛さを緩和できるものなので、すごく辛いだと思っている方がもしいればそれを多少入れてもう緩和できるようになりますので、まあそれは自分の好みによって入れればいいと思います。ただ一つ注意してほしいなのは、お酢を入れると味はねすぐ変わるというか、やはりお酢の味も入ってしまうので、それだけを注意していただければ。まずは塩を多少入れといて、それからごまの油を入れます。ごまの油も辛さを落とすような役にもなりますので、そんなに辛いものを好きじゃない方であれば、まあ、ちょっと多めに入れればいいと思います。ニンニクももうあんまり基準がなくて自分の好みで入れればいいと思いますので、これで一応タレとしては出来上がります。これでタレが完成します。じゃあこれから野菜とか肉とかを入れる順番について簡単に紹介したいと思います。で、まあ、一般的にはネギを初めに最初に入れるようになります。でそれから椎茸も入れるようになります。なぜかと言いますと、やはりこういう新鮮な野菜とか特にネギとか椎茸もそれなりに味がありますので、これを入れればその火鍋のそういうスープ時代の味ももっと美味しくなると思いますので最初に入れます。それから割に時間、煮る時間のいるもの、例えば鶏肉とかそういうのを最初の段階で入れればいいと思います。 OK、 一応準備はここで完了いたしますので、これからもう一回沸騰させていただければもう火鍋を食べれるようになります。で2度目の蓋を閉めてから生の鶏肉とかも入れているため、大体5分ぐらいの目処で沸騰させてからもう本格的に食べれるようになれると思います。これで準備完了、始めましょう。これからね食べる順番は別にルールとかないけど、重慶人としては大体ねそういう胃袋とかを先に入れますよ。で胃袋は大体25秒ぐらい、25秒から30秒ぐらいにいけば問題ないと思います。はい、これでさっき作っていただいたタレをつけて、熱いので注意いただければそれで食べれるようになります。これで重慶火鍋の作り方の紹介は終了と思いますので、食べるようになります。で重慶火鍋を食べるのはね、やはり寒いうちに食べるとすごく体に温めるし、家族全員ね、すごくこう寒い冬の中では家族全員を温かい鍋をかき込んで食べることに対しては家族の会話とかそういうコミュニケーションの場にもなれると思いますので、ぜひ皆さんも試していただければと思います。よろしくお願いします。